もお車研究所カードクサービスです。好きなエブリィの色はノクターンブルーパール、伊尾明です。エブリィのように働き者になりたい矢野です。よろしくお願いします。さあ、矢野さん、今日は一体何のお車をご紹介していただけるんでしょうか。はい、今日はですね、スズキのエブリィの貨物車を紹介したいと思います。エブリィ、ついに来ましたね。今日ご紹介するのはエブリィのジョインっていうグレードなんです。一番上の、はい、このタイプにしかない標準装備を紹介していきたいと思います。じゃあ早速紹介しましょう。よろしくお願いします。お願いします。それでは外装編やっていきましょう。一体何箇所ご説明していただけるんですか。はい、おすすめポイントは3つご紹介させていただきます。はい、ありがとうございます。ではまず1つ目、はい、こちらヘッドライトなんですけど、はい、ディスチャージヘッドライト、オートレベリングでライトの明るさを調節する機能がついてます。便利ですね。で次にもうドンと熱気のフロントグリルガーニッシュ、このグレードのジョイントっていうのだけがこのフロントグリル熱気のガーニッシュはついてるんですよ。なるほど。ってことは他のグレードにはついてこないと。はい、ついてきてないですね。このジョインのグレードだけがついてくると。そうなんですよ。なのでパッと見なんか貨物車って見えなくないですか。そうですね、ここだけでこう見たら、ね、なんだか N ボックスに見えてきますねで3つ目はこれすごいなって言ったおすすめポイントなんでしょう。はい、大丈夫ですか、そんなふりして。はい、このミラーに実は秘密が隠されてるんですよ、はい、ヒートテッドドアミラーって言って、このドアミラーは霜が降ったり凍ったり、はい、水滴がついたり付着したものを取ってくれる素晴らしい機能がジョインの 4WD にはついてるんですよ。4駆だけついてくるってことですね。はい、4駆だけついてきます。なるほど、やっぱ雪国とかで使われるので凍らないようになってるという形ですね。ですね、寒冷地使用車には標準でついてるみたいなので。あ、寒い国だとつくってことですね。そうです、そうです、はい、で、このエブリィのタイヤサイズはこちら145/80R12 のタイヤサイズになります。はい、でこの車フォイルキャップですよね。鉄人なんですけどおしゃれにフォイルキャップしてて、でもちろん貨物だからといって、はい、手抜きはないんですよ。このようにってことは矢野ちゃんは貨物車は手抜きの車が多いという解釈でよろしいですねいえいえ、そういうわけじゃないです。どういうことですか。じゃあスズキのセーフティーサポートもちゃんと標準装備されてるんですよ。どれですか。ここにセンサーが、はい、2、3、4個もついてるってことですね。贅沢に4個もついてるんですよね。結構貨物ってイメージって、はい、壊れにくい丈夫っていうイメージがあるんですけど、日本車には全部そのイメージしかないんですけれども矢野ちゃんは貨物車だけにってことですね。日本車のイメージは他の車も丈夫でいいんですけど、さらに丈夫、壊れにくいみたいなイメージ。これハイルーフなんですけど、はい、結構高いですよね。そうですね、言われてみれば結構高いですね、うん、ギリギリ矢野ちゃんが手届くぐらいですね、一番上は。そうですね。今もう一回手届きますよ。もう一回やってくださいこれ普通車のミニバン、ボクシーとかノアとかと高さ同じぐらいだと思うんですよ。こっちは高いと。ここハイマウントありますけど、このハイマウントが普通ここだったらこの線のところで多分終わると思うんですよ、一般的に。さらにそうポコッとこの分がなんか上になってるような気もしますね。これあれですね、広さの内装の辺でお伝えします。ありがとうございます、いい宣伝の仕方ですねはい、で珍しいですよね、後ろからウォッシャー液が出るんですよ。あんまりリアのウォッシャー液ってあんま見たことないんですよ。リアからのウォッシャー、はい、フロントはもちろんあるんですけど、はい、それ普段多分矢野ちゃんが使わないから気づかないだけじゃないですか。今度ちゃんと見てみます。はい、お願いいたしますで一周回るとこういう形ですね、はい、それも結構はっきりとしたあのテールレンズ大きくてどっしりしてますね、主張してますね。でやっぱりこう給油口は運転席の足元にあるんですよ、貨物の車って。なるほど。じゃあ、そこで説明すべきじゃないですかもう一周戻ってもらってそこで普通説明が終わってからこっちに来るみたいな感じなんですけれども、実はここなんですよ。じゃあ飛ばしたんですね、ただ単に、はい、ここについてるんですよね。あ、レバーですね。レバーがで これがちょっとですね苦手なんですよね。ここについてる、これってちょっと不便ですよね。
ここのこのどっかにあるんですよ。そうだったらひたすらでしとけば。予算どこだと思います？あの運転席と助手席の間だと思うんですけど。いや違うんですよ、貨物はこのハイセットがここについてるんですよね。でもエムリーだから違う。そうえ、ボンネットじゃない。ボンネット開けてる。はい、あー、ありました。どこですか？ここです。これですか？そうです、そうです。そこにありますね、ガソリンのマークというか、うん、ここにあるんですね。これをじゃあピッてするとこんな開くと。いいですね、はい。運転席から降りてすぐガソリンが入れれると、そういった形ですね。レバー確認は必要ですね。はい。ちょっと見てください、左折時の巻き込みを確認できる下側のスタミラーもちゃんと気が利いてますよね。はい。それだけですか？くれるのいいんですけれども、はい、もっと他にあるのかなと思ったらそれだけなんですね。そうですね。はい、じゃあ一周してきましたという形で、はい、あ、色言いましたっけ？言ってないですよ。はい、これ色は私覚えました、はい、クールカーキーパールメタリック。お、よく言えました、はい、ありがとうございます。ポールが入ってるってことですよね、メタリックじゃなくて、うん、パールメタリック。はい、すごい光沢感があってツヤのいいお色のお車です。はい、全何色とか言わなくていいんですか？確か全部で6色あります。6色、全6色ですね。はい、はい、ありがとうございます。それでは今回ですね、はい、エミリーざっくりとしたご説明、ざっくりしかしてないですね、なっちゃいましたけれど、はい、あるかなと思って、パッと見なんか乗用タイプにも見えなくはないんですよ、はい、なるほど、はいはい、乗員はそうですね、はい、はい、燃費も 17.2 あるらしいので、はい、貨物にしてはいいんじゃないかなということで紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。はい、ちなみにエブリー買う買わないで言ったらどっちですか？買わないかな。どうしてですか？もうあのコペン買いますよね、はい、でコペンの次ボクシー買うって言っちゃったんで、はい、でその次にエブリーを持ってくる持ってこないで言ったら多分免許返納してるんじゃないですかね。30年1台に対して乗りたいと思うので60年後。やみちゃんが今年何歳か伏せておきますので、まだまだ返納するには早いと思いますけれども。さあ、というわけでですね、今回このチャンネルが良かったと思ったらいいねとグッドボタンと高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ次は安定の内装編でお会いしましょう。バイバーイ